そこすら注目されてるぞ。まあ、そらそうだよな。そらそうよ。祖母チーム祖母スライだもん。そらそうよ。ほんとね、ほんとタイミングよくリアルの祖母スライもね、活躍してくれてるというか、まあ、ゴールというね、わかりやすい形で活躍したんで。今日の舞台はビラパークです。これは、いいね。気合が入るわ。実況は私に現在なんかリアルのウルブスもね、マンチェスターシート。いいね、祖母スライ。決まったゴールだ。素晴らしい。やっぱり素晴らしい。リアルでも素晴らしかったけど。素晴らしいね。やっぱ素晴らしい。目に見えて素晴らしい。積極的な攻撃、ね、結果出すのが早すぎる。ディフェンダーを処理し、ロナウドのパスもいいな。冷静だ。見えてるわ。素晴らしい。もうちょっとこっちが心の整理つく前にも決めちゃうんだもんな。いいね。ロナウドのパス能力もやっぱ光ってるわ。素晴らしいね。うん。リードいいね、ロナウド。ここまでは順調に試合を進めています。うわ、いいね、ロナウド。いいよ。いいね、ロナウド。トラオレが油断しすぎてるな。足元を狙ナイス。いやー、惜しいな。いや、今ネット優しすぎるって。優しすぎるネット今。E スポーツが送りミスってるやん、今もう。なんだった、今のパスは。クリスタルパレス。なんか、なんか油断してるな、全体的に。トラオレ変えよう。やる気ねえわ。駆け上がる気持ちは感じられないです。そこに繋ぐの怖いな。そこに繋ぐの。ああ、もうほら、そういうミスキックやめろって、おい。ミスキックでしかないだろう。同点のチャンスでしたが、惜しくも入りません。その女の子座りは今の。狙いは良かったと思います。今の女の子座りなんだよ。さあ、プレーを続けるべきですね。よくないなぁ。なんか攻められすぎてるなぁ、あまりにも。守備的になってるということでしょうね。ヌネス無理すんなってお前。清見でカウンターに出ればさらに追加点を上げられるかもしれません。今のドリブル蹴り出しすぎだろ。主戦に回ります。ウィンガーじゃない。ウィンガーじゃ、さあ足速いウィングだけだぞ。あんなドリブルしていいの。なんか全然あれだな、ボール持ってないな。全然ボール持ってないな。簡単に抜かれるなよ。危ないよ。危ない。さあ、よかった。さあ、ナイスさあ、ナイスよ。ナイス大事、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 大事。だから、ロナウドしかいないんだよな。ナイスキープ。ナイス、ナイス。そこすらいいよ。打っちゃうんかい。いいね。危ないって。ナイス、コリンズ。ああ、セカンドボールが。セカンドボール。危ないって。ナイスさ。さあ、ナイス。そこすらナイス。まあ、攻められすぎてたけど、よう守ったわ。攻められすぎてたけど、よう守った。ナイスナイス。ソボスラがよしよししてる。いいな。いいな。そこ、俺変わって俺と、よしよしされたい、ソボスライから。ソボスライかっこいい。ソボスライとロナウドが加わった。ディフェンダーにはサリバ。よろしくお願いします。去年まで俺たちたちが、かかってこいよ。いいね。いいね。あ、いや、いいよ、いいよ、いいよ。いい、大事だし、冷静、冷静に。ロナウドいいね。いいね。いいじゃない？打ってきた！わぁ。キーパーが見事にセーブ。よかったけどなぁ。ナイスナイス。この交代でかい。この交代でかいよ。とりあえず一人先輩が、おりました。サーキックは悪くないんだけど、サーキックを操ってるのが俺だから、一人先輩がいなくなりました。俺という先輩がいなくなりました。これで対等よ。ボールがいや、惜しいな。クリアしきれません。ナイスナイス。ナイス。サリバー。サリバーいかついって。サリバー今のいかついな。何今の？これ胸トラップからの、これよ。ダメダメ。いや、なんかサリバーのドリブルが上手いみたいなショート動画見たことある気するけど。この胸トラップからの、これはちょっと、スーパーゴールでしょ、これ。決まってたら。コースも完璧やからな。運が、ちょっと運がなかっただけで。これは素晴らしいプレーだな。お前が見せるんかいっつって。いや、お前かいっつって。枠に当たったのは残念。まさかのサリバ。勝ち越しの。ナイスナイス。ちょっと怖いな。ここら辺で回すのちょっと怖いな。ほらほらほら、怖いっつったじゃん。ほらね、もう、ちんたらしてる。ほらほら、コリンズ、コリンズ。キーパーはよく集中してる。コリンズがダメだなぁ。マジで。
なんかヘラヘラしてるわコリンズがヘラヘラしてるわ。なんか危ねえ危ねえって。ほらほらもういらんごするな、いらんごする、いらんごするなよ。うわもう強っ、強いな。ちょちょちょ、何どこまでどこまで行かれてんだよ。マンチェスターシティにあいつ強えな。この人に注がれていると言っても何か忘れられないキャンペーンで、忘れられない、何忘れられないキャンペーンで、は今シーズンは調子が良さそうですので、この試合に忘れられないキャンペーンで決めてくれるでしょう。弱っています。いやちょっとまあ、いやいいバスとすな。入りすぎたようです。スコアは変わらず0対0のまま。ちょだからセカンドボールかな。報告ありがとうございます。危ない危ない危ない。会場の動向をお伝えしました。危ないって。シュートでしたがポストの外に行ってしまいました。貢献できなかった。この人はスコアが、いやでもなんか開けてよかったよな今。あ、いいねいいね、かなり危険なスタイミングだったので、おいおい、早立てよ。イエローではなくレッドが出る可能性もあります。選手が、いや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 、いや後ろからだけどさ、カードを出すしかありませんね。いや後ろから削ったけど、どこがレッドだよ。おいおい、両チーム動きます。後ろから足削っただけやん。チェスタースティちょっと、いやちょっとレッドまずいんじゃないこれ。空いてる空いてる空いてる。キーパーさあ、で相手がちょっとこちょこちょしてるからサリバいいね。ディフェンスがうまく対応。コリンズ前、コリンズ前、コリンズ前、今のうまかった。コリンズ、コリンズ今のうまかったよ。トッテナムホットスパー、いいねいいね、攻める時間作る、攻める時間いけるぞ。ウナード邪魔やって。誰あいつ、あいつ誰、ね、ロナウドの前に来たやつ誰ねえ、邪魔やって。邪魔でしかないって今のは。誰、ロナウドの前に割って入ってたやつ。なあ。ロナウドの前に割って入った誰あれ。あの青年は誰。君、そこの君だよ。君だよ君。君その黄色いなんかつけてる君。あ、レミーナか。レミーナ邪魔やって。見ろこのシーン。お前いなかったらキーパーと1対1やぞ。もうあれだもんな。相手チームのセンターバックがあのごとく来てるもんな。相手チームのセンターバックだもん。この戻り方。ほらもう相手、ロナ、ほら、ほら、ほんと邪魔やって。なあ。足かけに行ってるやん、もう。レミーナいなかったらめちゃくちゃ見えるいいとこなのに。邪魔邪魔。打とうとしらレミーナが。なあ。もうね、ですがレッドとか出るからやん。エリア内へ向かうか。いいね。うわうわ、ポストの外でした。いやあ。良かったんですが。少し運がなかったですね。ちょっと運がないな。これ、いやこれもよ。ひちゃん、危ないな。危ないよ。ナイスコリンズ。コリンズよかった。試合終了のホイッスルです。今コリンズね、頭から落ちたから危なかったけど。サポーターからブーイングが起こっています。これはあの退場の判定に対する抗議でしょうか。そうだろう。そうでしょうね。もっと言ったらサポーター。選手が抜けたことで。それでこそよ。それでこそモリゲのファンよ。言ったら言ってやれ。ヒチャーのこれうまかったけどな。これうまかったけどな。このヘディングは本当に運がないな。めちゃくちゃうまいけどな。少し運がなかったですね。めちゃくちゃうまいけどなこれ。エドットマネージャーさん、ポルトガル代表チームに。監督としてぜひ聞いていただきたいので、ご検討の上興味をお持ちでしたら、ご連絡ください。オファーの詳細を添付しましたので、ご確認の上お返事をお待ちしています。ぜひ、よろしくお願いします。それでは、ポルトガルサッカー協会会長。そんな、僕がポルトガル代表を率いていいんですか？ポルトガル代表さん、奇遇ですね。ウルブスにはポルトガル代表選手がいっぱいいる。代表じゃないか。ポルトガル人の選手がいっぱいいる。知らない間にポルトガルのこと好きになってました。開こうぜ、同窓会。行こうぜ。同じ黄色対決よ。あ、でもなんか、ドリッチシティもいい色合いだな。いいね。いいよ、繋いでいけよ。いいね、ロナウド。ポルトガル代表呼んだからよろしくね。
ナイス、要素ないだな。レビナ、これナイス。ちょっと足から離れたな。何してんだよヌネス、何してんの。ねえ、ちょっとヌネス今ね、寝っ転がってなかったヌネス。ねえ、見逃すと思ったか俺が。なあ、ゲーム的にはなんて言えばいいの、スライディングミスったって感じ、スライディングミスったって感じかな。なんか寝てたよねヌネス。ヌネスだろこれ。パスが来ると思ったんかな。ズコーって知るな。全然前向いてないのにな。ちょっと判断早かったかな。まあまあ成功してたらな。失敗したらやっぱ批判されちゃうよ、こういうプレイは。過ごせらいいね。レミナ。ナイス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 。ひっちゃん。何したかった。レフリーの笛が鳴り、前半終了の。まあソボスライが言ってあってもよかったけどな。今ソボスライのクロスじゃない今。この選手ですが。ソボスライ。さてここでスタジオから情報が、ね。レミナレミナいいよ。ビラパークで行われている。あ惜しい。ああなんかいい感じに跳ね返って奇跡を送ると思ったのに。なんかいい感じに跳ねていけるかなと思ったのに。危ない危ない、カウンター来てるカウンター来てるって。まずいまずいまずい。まずいって。リードできるか。まずいって。ここで長いホイッスル。この試合はスコアレスドローという結果に終わりました。何してんだよ。8点を分け合った形ですが、この結果はホームチームにとって、FIFA の悪いとこ出てるよ。という側面もあります。引き分けが圧倒的に多いもん、このゲーム。もっとゴール。おもろ。こう考えたら俺は攻めてたんだな。うん、こう考えたら俺は攻めてたかもしれない。めちゃくちゃおもろい画面やったわ。アネビス。今の出場時間に満足しています。ありがとうございます。そっちじゃないだろう。レッドカードでチームに足迷惑かけてしまってすみませんだろう。言うべきことは、まず今の時期は。レッドカードでね、出れなくなってすみませんと。この前の試合引き分けた原因は私にもあると思いますとかさ。その一言じゃないの？今言うことじゃない？今の出場時間に満足してますわ。煽りだろ。え？リーズナイト戦で指名したキャプテンにはリーダーシップが欠けています。あー、なるほどね。レミーナがそのままキャプテン引き継いだから、チームがまとまんなかったのか。そういうことかな？そんなのもあるのかな？ちゃんとキャプテンっぽいやつに、キャプテンシー持ってんのは、そもそもあれなんだよね。確かネベスしかいないから。レミナ言われてるぞ。リーダーシップが欠けています。ネベスに任せればどうでしょう。知ってます。構想としては絶好調とは言いませんが、レミナの指揮は衰えてない様子です。キャプテンのレミナ語ってるぞ。ああ。前の試合だけキャプテンだったやつが語ってるわ、なんか。最近はいつか貸し手を落としていますか。この試合を勝利で飾り、調子を上げていかないといけません。ネベスがレッドカードだから、一時的にキャプテンになったやつがなんか言ってるわ。まあでもそういう意識大事な。そういう意識大事かも。じゃあアシスタントコーチにボロクソ言われてるけど、大事かもな。